男子中学生ミスターコン2023芸能活動に興味を持ったきっかけや平野紫陽さんに憧れていることを明かしている記事によれば男子中学生ミスターコン2023のファイナル審査で北海道出身の中学2年生竹内隆人くんが初代グランプリに選ばれたようです北海道出身の中学2年生である竹内隆人くんが男子中学生ミスターコン2023 のファイナル審査でグランプリに輝きました。竹内くんは受賞後、様々なコメントを寄せ、その心境や今後の展望について語っています。竹内隆斗くんは、グランプリに輝いたことに対して非常に嬉しさを感じており、今後は俳優の道を進んでいく決意を表明しています。俳優としてのキャリアを築くためには、演技のレッスンや蛇の努力が必要であり、竹内くんはその取り組みを惜しまない意気込みを示しています。また、 将来の展望についても触れており、高校生になった際には、今日月に出演したいという希望を抱き、さらには素敵な彼女を作りたいとの思いを語っています。これらのコメントからは、若いながらも将来への夢や目標に向けて前向きに取り組んでいる様子が伺えます。竹内隆人くんは、グランプリが発表された瞬間の心境についても述べています。自身が日本一に選ばれたことに対して感謝の気持ちを表し、 初来グランプリとしての誇りを感じているようです。その一方で、自身では選ばれないだろうと思っていたため、名前が呼ばれた瞬間には驚きと感動で涙ぐんでしまったと言います。初来としての誇りや憧れが彼の心情に深く影響していることが伺えます。さらに、竹内隆人くんは芸能活動に興味を持つきっかけや、彼が憧れる平野修行さんについても明かしています。 竹内くんはもともと芸能活動を目指していたわけではなく、親の影響やアイドルグループへの憧れから芸能事務所に応募することを考えたことがあると述べています。ただし、恥ずかしがり屋であったため、自分に芸能活動が向いていないのではないかと感じていたそうです。しかし、平野紫耀さんの存在が彼に刺激を与え、芸能活動への憧れを再燃させたとのことです。竹内隆人くんはファイナリスト合宿において、 ダンスが苦手であったことを明かしています。最初は他の参加者よりも著しく下手だったと認め、自宅での練習やオンラインレッスンを通じて克服に努めました。その成果がグランプリという栄誉をもたらし、その喜びと感謝の気持ちを表現しています。合宿では参加者同士が共に過ごし、食事や楽しい瞬間が多かったことも触れ、仲間とのつながりが大会を通じて深まったことを伝えています。 今後の目標について問われた竹内隆人くんは芸能活動にますます興味を抱いている様子を示しています。オーディションへの参加や新しいテレビ番組の発見など自身の可能性を広げるために積極的に行動していることが伺えます。また、俳優としての憧れの存在である竹内龍馬さんや平野紫洋さんと共演することを夢見ており、その実現に向けて努力する姿勢を示しています。 最後に、竹内隆斗くんは読者やファンに対して、辛い時は一人で悲しむのではなく、周りの人と話すことを勧めています。また、夢を叶える秘訣として、最後まで諦めずに頑張ることの重要性を強調しています。挑戦を続けることで、成功する瞬間が訪れると信じており、その信念から生まれる前向きなエネルギーを読者にも届けています。 総じて、竹内隆斗くんは、その若さながらの前向きな姿勢や努力家としての一面を明確に示し、ファンや読者に。